呼吸突の氷地獄から脱出して駆けつけた聖夜は、ハーデスの魂から解放されたシュンからアテナのコスモがジュデッカの奥へ消えていったということを聞く。アテナを追った先で二人を阻んだのは巨大な壁、冥界と神の楽園エリシオンとを隔て、神以外は通り抜けることができないという嘆きの壁だった。嘆きの壁を破壊する唯一の方法は太陽の光だが、冥界の最も奥深いこの場所に太陽の光が差し込むことなどありえない。無駄と知りつつも、釈迦が自らの命を投げ出して壁の破壊を試みようとしたその時、アテナのコスモを受けてよみがえったゴールドセイントたちが駆けつけたのだった。やめろ釈迦、お前ほどの男が犬死になどせぬものじゃ。どうし、嘆きの壁は壊せる。ゴールドセイントの十二星座はすべて太陽が通る道筋、行動に位置しておる。つまり十二のゴールドクロスには神話の時代からまさしく太陽の光をふんだんに浴びている。太陽の力を持つ我らゴールドセイントがコスモを最大限まで高め、命を一つにしてぶつければ必ずや嘆きの壁は壊せる。この光は なぜここにサジタリアスのゴールドクロスが。サジタリアスだけじゃない、他のゴールドクロスも。死んだゴールドセイントたちの魂が冥界へ援軍に来てくれたのか。なんだゴールドクロスが共鳴しているぞ。この共鳴は他のゴールドクロス、このジェミニのクロスを呼んでいる。しかもこの共鳴の仕方はよほど事態が差し迫っているに違いない。急がねば。カノン、残念だが行かせるわけにはいかん。そこをどけ、ラダマンティス。お前の相手をしている暇はない。ようやくお前と決着をつける時が来たようだな。待っていたぞカノン。ファイト、グレイテストスパイス。貴様を侮りますまい。このラダマンティスが匹敵する力の持ち主として、貴様を全力で叩き潰す。油断につけいることはできんか。俺はそう簡単にいかないようだ。悪いが勝負をやらなくてもらうぞ。ラダマンティス、これで決着だとでも。冥界観客を弱めてもらっては困る。全力でかかってこい、カノン。俺の望みは全身全霊で挑んでくるお前に打ち勝つことだ。思ったより甘い男、ラダマンティス。ラダマンティス、私たちの戦いもこれで最後だ。おしぼしのガルテンコマン。ウィナー、いい加減で悟れ、お前の敗北を。これがゴールドセイントの力だ。貴様、クロスを脱ぎ捨てるとは何のつもりだ。もはや私には不要のもの。さあ行け、ジェミニのクロスよ。他のゴールドクロスの元へ飛べ。あとは頼むぞサンゴ。私の役目は終わった。今度こそ心ゆくまで相手をしてやるぞ、ラダマンティス。クロスを脱いだ裸同然の体で俺に勝つつもりか。勝つつもりなどない。ただ死への道連れになってもらうだけよ。離せ。
前ほどの男が相打ちを狙うなど、正気か。私の役目は終わったと言ったはずだ。最強のゴールドの12人が揃った今、勝利は完璧なものとなった。このカノン、もはや過去の悪事を全て清算して何の憂いもない。やめろカノン。